研究熱心というか、いろいろいろんなことをこう調べたい方とか、こう頭の回転の速い方なんかは、結構着物業界は昔からのこの変わらない部分っていうか、そういうのもあるんで、こう新しい風というか、そういうのが入って面白いかなと思ったりもします。